人と見つめ合ってると、うん、トリップできるって知ってます？ちょっとわかんないですけど、トリップするんですか？これ実験したことが本当にあるんですけど、はい、あの10分間ぐらい、はい、まあ、女子同士でこう、はい、瞳をガーって見るんですね、はいはいはい、ずっと何もせず、はい、そうすると、はい、相手の顔がぐにゃぐにゃぐにゃってなってきて、はい、今まで見てる顔と全然違う顔になってくるんです。それも試したんですね。やりました。それお互いになったんですか？お互いになってました。これもそうなんですよ、錯覚みたいなことなんですかね。あのもちろん錯覚っていうのが一つあるんですけれども、はい、もう一つはやっぱその、はい、見えてない内面の顔じゃないですけど、怖っ、ちょっと怒ってたりとか、実はなんかちょっと悲しかったりとか、そういう顔がこうふわって出てくるんですよ。じゃあ実際そのスミさんと実験された方は、はいはい、スミさんのことをどういうふうな思いを持ったような顔が出てきたんですか？私は笑ってたらしいんですけど。ああ、スミさんも笑ってたんですね。そのあれを楽しんでいたっていうことですか、うん、きっと。相手はでもなんか悲しそうな顔してて、テンション噛み合ってなかったんですね。無理やりやらされてたんじゃん。わ、やだな、なんこれ10分も長ー。いや、なんでこんなことやらないのかな。マジ変なんだけど。それはちょっと思うんだけど。面白い、うん。そうなんですね。で、はい、それは他人とのやり方なんですけど、はいはい、もう一つ、あの、はい、サイコマンテウムっていう、はい、その、高齢術がありまして、はい、で、それは自分と見つめ合うやり方なんですよ。はい、で、あの、鏡と見つめ合って、で、自分の顔をずーっと見てると、うん、やっぱりこれもぐにゃぐにゃぐにゃってなって、あるんですね。で、それも、あの、本当にそれは10分とかじゃなくて、もっとずーっとやれるだけずーっとやるんです。まあ自分一人とかでやるんです。はいはいはい。そうすると、そのうちなんかこう、ふわってなんか、あの、誰かに触られたような感覚とか、あと全くの別人が鏡に映る。怖っ。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。するんです。それは試されたことはない？あります。あるんかい？大体あるんですね。スミさんのクラスになってくると。実際どうやったんですか、スミさん現れて鏡で。あ、で、私なんかその高齢術やりたいなと思って、はい、あ、その時どうだったかな、なんか吉岡里帆がその時すごい好きだったので、はい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 、吉岡里帆みたいな、はい、なんかすごい美人の幽霊、うん、降りてきてみたいな感じで思いながら思いながら吉岡里帆みたいな赤い狐のあ、まあまあまあ赤い狐あれはどん兵衛のね、あのどん兵衛のね、思いながらやってたんですけど、なんか全然違う不細工な人が来てそれでも違うものが出てきたわけですね。そうですね、なんか男屈強ななんか女性みたいなのが出てきて、実際出てきたんですね、はい、出てきました。怖っ。鏡見つめんのもちょっと苦痛な気はしますけどね、やっぱり。いや、だから多分そういう、なんだろう。夜中の何時に鏡を見つめると何かが映るみたいなところって、そういうところから来てるのかもしれないですね。まあね、そうですね。うん、これ、確か、あの、ちゃんとした、はい、アメリカの心理学者だったかな、はい、なんか、はい、結構有名な学者が編み出したやり方なんですよ。あ、そうなんですね。立証されてて。立証とは言えないんですけど、あの、かなり、高確率で幽霊を呼ぶことができる方法だってことで、結構話題になったものなんですよ。幽霊呼べるんですね。これはあれですか、霊感とも関係なく、はい、全くそういう心霊体験したことない人でも、見えちゃったりする確率は、うん、そういうケースもあるみたいですね。試しますか、え、チャンネルで。いや、鏡をだってずっと見続けるっていうのは、まあまあ家でもやってるからね、俺も。やってんかい。いや、やっぱり。やってんかい。やって、髪の毛をセットするときとかもやっぱり。ずっと見つめてんすか、鏡。いや、ずっと見つめてますよ。いや、ずっと話しかけもするし、今日かっこいいね、みたいなことも言って。怖いやいや、怖い。でもなんかそれね、僕昔読んだことあるんですよ。鏡の中の自分に、はい、ポジティブな言葉を投げかけることはすごく大事だと。はい、逆に言うと、なんかネガティブな言葉を言うのは良くないみたいな。うん、だから昔ありましたよね。はい、実験とかで、お前は誰だ、お前は誰だって言い続けてると、自分が何者か分かんなくて、精神錯乱になってしまうことも、はい。逆に言うと、いい言葉を投げ続けると、まあまあやっぱこういう、自己暗示。はい。いい自分ができてくる。なるほどね。いや、怖いな。興味深い話。だからそういう、高齢術関係って他にもなんかあるんですか、はい、高齢術関係、はい、やっぱコックリさんとかありますよね。やったことは
あるんですけど、でもなんかこれもちょっと微妙な怖い話なんですけど、あ、いや全然いいんですよ。なんか、ゴールデン街で、はい、あの、はい、メディア系の友人たちと、はい、なんかこっくりさんやろうよみたいな話になって、こっくりさんとあとダニエルさんっていうのやったんですよ。ダニエルさん、ダニエルさんはなんか UFO が呼べるとかいう話があって、僕ダニエルさん初めてです。ほとんど形式はこっくりさんと一緒で、一緒なんです。ダニエルさんって書いて、確か UFO の絵かなんか描くだけ、簡単な感じなんですね。で、それをゴールデン街でやってたら、なんかその後ろにいた女性が、あんたたち何やってんのとか言って、ダーってこう、駆けつけてきて、で、あーとか言って発狂し始めて、話しかけてきた知らん女性が。全然知らない。気がするやめなさいとか言って。怖っ。みたいな。はい、何があったんですか。はい、いや私ね、四国に住んでたんだけど、はい、キツネに、取り憑かれて、人生15年ぐらい無駄にしたのよって。すげえ人いるな。15年ですごいな。15年で済んだけど、でも青春時代全部キツネ状態で、はいはい、失ってしまって、はい、村八分みたいな状態になって、かつ親も、はい、じゃあもう精神病院に入れようってことで、はい、ずっと精神病院に入院してて、はい、でも自分はもうずっとキツネに疲れてる自覚があったんですって。はい、で本当の自分はいるんだけど、はい、そのこっくりさんをやったからって言ったのかな、うんうん、こっくりさんをやって疲れちゃったって言ってて、なるほど、でだからそういうことがあるから絶対にやめなさいとか言って怒られて、はい、でもその女性今はすごい活躍してる人で超有名ブランドのマタンナなんですよ。みたいな、よく復活しましたねみたいな。そうなんですね。そうなんですね。まさかそこで吉岡里帆の狐の話みたいにね、繋がってきたかになっちゃいますけど。そしてもうそれは鷲見さんの腕ですよ。ね、いつ俺それ言おうかなんでしょうかって思ったんですけど。すごい。なんかこう、いろいろなジャンルの話をお持ちじゃないですか。そうですね。どんなこと聞きたいですか。いや、僕はやっぱね、まあ、僕はやっぱの意味は全然わかんないですけど、はいはい、陰謀論とかは結構好きなんですよ。はい、それこそムー愛読者歴も25年ですから。うそうですね。そうですね。そういう話。まあまあ、その、すみこの研究所の時でもお話伺ったりとかしてるんですけど、はい、なんかそういうのが、聞けたらいいなとは、すごく思います。なんか最後に。陰謀論、はい、陰謀論、なんだろう。あ、じゃあ、ちょっとライトな。はい、あ、ぜひぜひライトなやつで。はい。これは、はい、沢竹屋に関する陰謀論なんですけど、はい、沢竹屋ってなんで潰れないんだみたいな本も売れたと思うんですけど、ありましたね、昔。もう一つ理由がありまして、で、まず一つは、これ私も実際に取材したことがあるんですけど、はい、全てではないんですけど、はい、一部にやっぱり裏社会の人たちが回してる、はい、沢竹屋っていうのがあって、まあ、しのぎのために、売っていると。で、そのネットでは、まあ、2000円とか1000円とか5000円ぐらいで売って、うん、でネットなんかより全然もう強い沢竹屋だからって言って、で土日はやっぱり家族がいるから、はい、土日は営業しないで、はい、平日だけ老人が一人でいる時に狙って沢竹屋を売っていくっていう話があるんですけど、うん、もう一つ、はい、ありまして、でこれは、はい、沢竹って売ってますよね。売ってます、売ってます。はい。よく昔とか、聞きますけど、ね、車いつも走ってましたけどね。走ってますよね。で、まあ結構どこの地域も同じような声で、そうですね、こう回ってるじゃないですか。で、あの声っていうのは、実は特別な周波数を出していて、で、あの声につられて、犯人が自供したくなるような、周波数が出てるっていう噂があるんですね。そうなんですね。だから公安が、バックについていて、潜伏している犯人たちがこう出てくるんじゃないかっていうことで、沢竹をこう回して。面白い話だな。面白いな。面白い。やっぱりでもなんかその人から聞いた面白い話はトカナで載せちゃうので、うん、はい、とりあえず自分の体験談にしようかなと思ったんですけど、そんなに持ってるわけじゃないんですけど、ちょっと思い出したのがあって、これ私が大学時代の頃の話なんですけど、めちゃめちゃゴキブリが
私にくっついてくる時期があったんですよ。本当に信じられないレベルです。でもこれ笑ってしまうけど、でも本当だ、本当もう自分だったらものすごい嫌だと思う。ゴキブリはついてくるんですか？ついてくる、そのついてくるのレベルがすごい高くて、あの井の頭公園歩いてても顔に止まるんですよ。ふーってきて、本当に。で、学校にいても、私の顔に止まるんですよ、ゴキブリが。それもね、いわゆるなんか、ゴキブリも種類があって、はい、ちっちゃいやつとかいるじゃないですか。結構でもう二十歳ぐらいの男性で、人間で言うとね。茶羽じゃなくて、もうでかい。もう成人のゴキブリが。で、人生で顔にゴキブリ止まったことあります？いやー、思い返してもないですよ。あんまりないです、ね。ないです、ないです。もう週2ぐらいですね。いや、結構あんな。あ、結構あんな。ないです。プロ入り。そう、そう、30分くらいですから。そうです。いや、ないです、ないです、ないです、本当に。しかも都内とかで。で、これがもう本当に1回、2回じゃなくて、もう何十回ってあって。異常ですね、異常なんですよ。で、居酒屋とかに行くじゃないですか。でも私が行く居酒屋で、その机の上をゴキブリが、それはちっちゃいやつなんですけど、で、私が行くところばっかり出るんですよ。結構綺麗な店でも。で、おかしいなって思ってて、で、極めつけはその時期に、あんまり入ったことがない地元のラーメン屋、中華屋があったんで、入ってみようと思って、そこでラーメン食べたんですよ。で、海苔が乗っかってて、で、その海苔を食べた時に、変な食感があるんだと思って、で、その海苔ひっくり返したら、こんなゴキブリがふやけたのが、ピタッとくっついてて。ふやけてんねや。で、それ食べちゃって、ちょっと。あ、うわ、パクッと、パクッとしちゃったんですね。パクッとしちゃって、で、あ、ゴキブリ食べたって思って、そういうことがあったんで、そういう時期が続いて、で、ある日、吉祥寺を普通に歩いてたら、なんかおばあさんが突然つかつかつかっちゃってきて、あれ？あんた、生命力が弱ってるとか言って、突然言われて。知らんおばさんですよね。うん、知らないおばさんに。で、なんか当時私、今よりなんか眉毛とか抜いてたんですよ。はい、眉毛がいけないねとか言って。眉毛がいけないんですか？あんた眉毛抜いちゃ絶対ダメだよとか言って。で、これ、このまま行くと悪魔に疲れるよとか言って言われて。悪魔は？そう。悪魔いや、いるんでしょ、わかんないです。そのおばさんがわかることなんだ。そう。でも、とにかく眉毛がおかしいって言われたから、その日から、一応眉毛しっかり描くようにして、肩あんまり抜かないようにして、で、あんたはもう一生、眉毛は抜きすぎるなって言われたんですよ。絶対に、あんまり抜けちゃうみたいな。あんまり抜けちゃう。で、でも、なんとなくその時に、悪魔とゴキブリがちょっとリンクしたんですよね。なんとなく。それ、スミさんの中でってことですよね。悪魔とゴキブリが。はい。で、なんかやっぱりその、悪魔払いの映画とか見ると、ゴキブリがすごい出てきたりとか、虫とかイナゴとか、そうですね。なんかその、悪魔の象徴として描かれるじゃないですか。エクソシストとか、パズスの時も、イナゴの大群とかありますもんね。ありますよね。で、虫がね、ゴキブリ。はい。ゴキブリで、まあ、ベルビブブ。ベルビブっていう、なんかその、キリスト教の中でも最強の悪魔が、ハエなんですよね。ハエの王って言って。はいはいはい。ハエのね、でっかい。ハエのやつってなんか、悪魔図鑑とかで読んだ覚えがありますね、なんか。超強いんですよ、女神転生でも。あ、そうなんだ。ゲームのね。ゲームのね、その、あ、強いんだ。強いんです、強いんです。魔界村のボスでもそうですよ。ああ、そうなんだ。はい。要はその悪魔界の中の、そう、ボスみたいな。王様の一人ですよ。あ、そうなんだ。なるほど。で、だから、ハエじゃないけど、ゴキブリもやっぱ悪魔の象徴なのかなって思って、しっかり眉毛描くようになって、そしたら、少しずつ収まってきた感じはあるんですけど、まあ、未だに、私が行くところでゴキブリ出やすいっちゃって。えぇー、やなぁ。マジ気持ち悪いんですよ。ゴキブリに取り憑かれてる、うん、ちょっと違うな。なんか、なんだろうね。その一時期は本当に異常繁殖してて、私の周りで。周りだから。でも、今はそこまででもないけど、でもよく言われます、友人とかに。なんであんたの机ばっかりよ。またゴキブリ出てる。若干ちょっといい、失礼じゃ失礼ですよね。なんか、調べたいですよね。その、実際自分からゴキブリが好きな何か、ね、匂いを発してんのか、それか、
まあ、単純に、はい、例えばスミさんがあんまりお掃除を、これ失礼ですけど、うん、部屋をしなかったりとか。あ、じゃあ自分から出てきて。そうそう、自分からゴキブリが出てきてて。実際どうなんですか？綺麗好きだったりするんですか？そこまでではないですけど、でも、さすがに、待ってはないですよ。はい、それはそうですよね。まあね、常にこうね、うろうろされてもね。でもやっぱその、でもその、眉毛を抜きすぎることが生命力の低下につながるんですかね。でもそれで人相学とか調べたら、うん、やっぱ太い眉っていうのは生命力の象徴ではあるみたいで。なるほど。でもなんかもう、やっぱり自分で抜いてたのが良くなかったのかなって個人的には。おばさんが見た時に、まあ、細っと思ったんですよね。でもそんなに細くないんですよ。そこまで細くなかったのに、そのおばさんがやっぱ変じゃないですか、そんな。変ですよね。普通言わないですし、とても失礼なというか。そう。まあね、知らん人にね、いきなり言うわけですよ。何の話ですかってことで本来だとなるけども。これは不思議な話ですよ。ゴキブリにまとわりつかれる女性。なんか単純にその、例えば霊感みたいなものってスミさんってあるんですか？霊感はそんなにないんですけど。あ、でも一応なんか僕はほとんどないんですよ。だからお化けを見たりとかっていう経験は全然ないんですけど。あ、全く？ほぼ皆無に近いですね。僕は、はい。でも、なんか、あ、見えますっていうレベルではないです。たまに、うん、あみたいな。あ、わかります。はあります、はい、未だに。あ、わかるわかる。あ、わかるよ。いや、なんか俺無理やり入ったの、今。いいな、今のこのうん、なんか、楽しそうな。ちょっと、レーカーあるあるの話に乗ってきたかった。な、俺は全くないですよね。金縛りにあって、はい、あ、なんか枕元にいるとか言って、なんか右手だけ動かしたら、誰かが正座してるのが分かったとか、今あるんですよ。でも、まあ、いや、そうですよ。すごいすごい、それぐらい。いやいや、でも本当それがもう1回ぐらい、本当そんなもんですよ。うん、結構、目の端あたりに見え始める。ああ、そうです、ね。見えること多いですよね。わかります。端はね。いいよ、降りてください。この船から降りてください。端はあるんだ。そうなんだ。本当に、こう、例えば、こう、まっすぐ見てて、この辺ですよね。この辺ですよね。で、なんかね、これを見えるようにするためには、はい、なんか、人差し指を立てて、はい、で、どっちの目だったかな。あ、忘れちゃった。忘れた。見方というかそういうのがあるわけですね。じーっと何かを一つ、一点を見つめるのが確かいいな。あ、そうなんか、これ前回ね、はい、1回目の時もスミさんお話ありましたけど、はい、鏡を見つめ続けると何かが見えるみたいなものと近いのかもしれないですよね。はい、何かを見つめ続けることによって、はいはいはい、なんか、なんだろう、それが何かに繋がるというかね。あ、そうですね。瞑想方法でもありますからね。はいはいはい、はい。なんかこう、霊感がちょっとありつつ、で、いろんな体験されてると思うんですけど、なんかちょっと危ない目にあったみたいなとか、なんかちょっと危険だったみたいな実体験ってあったりします？あ、でもこれ何回か YouTube で言っちゃった。あ、全然大丈夫ですよ。私結構幽体離脱とかよく趣味でやったりとかするんですけど、はい。趣味でやられてるっていうのはこうやりました。はい。で、幽体離脱した先っていうのは、基本的には人がいない世界に行くんですよ。はい、同じ環境ではあるんだけど、はい、そこに人がいないっていうところに行くんですけど、はい、その日は人がいたんですよ。人間が、私の部屋に。部屋に、で、こう、幽体の自分が寝てる、肉体の自分が寝てるじゃないですか。はい、でその寝てる、布団の足元あたりに、おばあさんが座ってて、すっごい怖い顔で。怒ってるんですか？すげー怖いんですか？うん、で、後ろに、巨人みたいな変な男がいて、で、はい、やべえって感覚的に思って、これ肉体乗っ取られんじゃねえのかって思って、すぐ戻ったんですよ。はい、そしたら、翌朝、はい、普通に起きたら、はい、その布団にもう信じられない量の手形がついてる。うわぁ、怖ぁ。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。怖ぁ。手形というのは、その色味というのなんか血の手形みたいな感じですか。いや、多分、跡っていうことじゃない。すみません、聞いてその入り方、いい。跡ってことですね。その手形っていうのは、だからその、こう、パンって。パンってなってて、はい、で、その時、はい、夏だったんで、はい、ヒーヒーシートみたいなのを敷いてたんですよ。敷いてて。で、多分化学反応かわかんないんですけど、はい、赤い手形になって。赤になってるのっていうのを聞きたいのに、横から、急にこう。これって編集されるんですよね。はい、ちょっと画像を今出してもいいですか？でもちょっと、
っと一瞬待ってもらっていいですか？全然。あ、これがその手形ですね。おー、すげえちゃんとしてるんですね。はい、おー、これが一番しっかり写ってたんで、はい、これにしてるんですけど、はい、もっと結びべきだったんで。いっぱいにってことですよね。はい、いや、思ってたより手形。そう、で、はっきりね。ちっちゃい。私とか、本当よりも全然ちっちゃい手で。はい、なるほど、はい。子供ぐらいの。子供ぐらいの。ね、うん、これは、あれですか、こう。見せても大丈夫な。全然大丈夫です。はい。ちょっとね、この画像をね。はいはい、あ、画像をね。あ、じゃあ、これ。はい。見ますかね。はい、大丈夫ですかね、これ。はい。ということで。いや、怖っ。あんなにはっきりというかね。ね。想像を超えた手形でしたね、今。いや、もうなんか本当、力士が押すじゃないですか。あれぐらいはっきり映ってたから、ね、あ、こんなにはっきり映るもんなんだ。いやー、なんかその幽体離脱で言えば、はい、もう一個、その、はい、私一回死にかけたことがあって、はい、で、その日結構細めのマフラーを寒いからって言って、はい、巻きながら寝ちゃったんですよ。なるほど、そのままに。そのまま。はいはいはい、っていうか、まあ、意図的に巻いて、はい、意図的に寝たら、はい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 、なんか自分の肩でこう染み付けちゃって、はい、完全にもう首が締まった状態だったんですよ。で、あ、気づいた時にはもう痙攣を起こしてて、はい、でも自分のか体からバンって出ちゃって、はい、で、はい、あ、泡吹いてると思って、はい、でやべえやべえって思ったんですよ、はい、で私普段幽体離脱する時って、はい、自分のお尻あたりからなんか紐みたいなのが出てて、はいはいはい、必ずその肉体に戻っていけるようなゴムみたいなのがあるんですけど、はいはい、その時なくって、はい、うわ、ないって思って。命綱ですもんね、言ってみたら自分のね。戻れなくなっちゃう。で、普段は、幽体離脱したら、こう、出た瞬間に、なんかこう、トレーニングとか、その、幽体であんま歩かないから、一回、ちょっとダッシュとかしてみて、その場で、ちょっと自分のこの動きを確認して。幽体でのウォーミングアップみたいなことをして、から、ちょっと歩いたりとかしてるんですけど、それ、もうできず、上に上がってっちゃうんですよ。めちゃくちゃ怖い。引っ張られてるというか、なんかね、戻れない、戻れないっちゃう。死ぬ、ね、うん、感じですよね、そう。で、あ、上に行っちゃう、行っちゃうっつって、はいはいはい、で、なんか宇宙みたいな、なんか暗いところに、すごい。パーって行っちゃって、はい、で、あ、これ死ぬ、どうしようかな、みたいな、はい、一瞬考えて、はい、なんかすごい楽だし。はい、気持ちいいんですか感覚。結構気持ちいい。そう、感覚気持ちいいんだ。で、あ、でも、一応戻っとこうと思って、はい、本当にバカみたいですけど、はい、クロールで、うわーってやったら、ヒューって戻ってすげえなーっていう。で、その時に、もう、本当は泡吹いてたんですけど、ちょっとだけ、ちょっと動いたら、少しだけ隙間ができて、ふーって。あー、戻れたんだ。これは、あれですね。もう言ってみたら、臨死体験ですもんね。一瞬の。なんかちょっと。うん、若干ね。不思議。でもなんか光のトンネルがあるとか言われるけど、そこまでは行ってなかったですね。だから本当に中間地点っていうか。はいはいはい。多分。給水場とかだよね。給水場。給水場。マラソンで行ったらね。マラソンで行ったらね。そこ行くまでのね。で、うちの親父も言ってたじゃないですか。はい、紐があるって。うん、紐があるって言ってたね。あ、やっぱそうですか。言ってるんですよ。親父も紐があって、うん、あ、紐があるわって言って、うん、紐がどこまで伸びんのかっていうのを試したかったんですよ。そうなんです。同じ。完全に一緒。そうなんですね。基本的には戻る力が強いから。そう。ブーって戻るらしいです。そう、だから、ノブさんのお父さんの話もそうだし、はい、僕のこの前の投稿会談でもね。言ってましたね。紐があって、シュル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 って戻る。これみんな共通してんだよね。ね、いやー、面白い話だな。どんな学生時代でした？その、幼少期に、やっぱそういう変なと言いますか、はい、お父さん。はい、やっぱ変なね、感じじゃないですか、はい。僕も若干ちょっと特殊だったんですけど、変なこと考えたりとか、はい、そういう幽霊的なものね、うん、思考がね、おかしかったりもするんですよ。はい、どんな学生だったんですか？あ、でも心霊体験は結構その学生時代もありましたね、そういえば。はいはいはい。なんか家自体が、はい、ポルターガイスト現象みたいなのが起きたことがあって。これは面白そう。はい。私が多分小2とか小3ぐらいだったと思うんですけど、はい、マンションの、はい、鍵が、家の鍵が勝手に閉まっちゃって入れなくなったりとか、ベランダとかもそうですし、あと電子機器とかも、もう全部壊れちゃって、
まとめて、まとめて、まとめて壊れて、物が起こってきたりとか、そういう時期がありまして。岐阜の団地みたいじゃないですか。昔あった。ね、幽霊団地、ね。2000年ぐらいにあったりましたよね、そういう団地。窓が割れちゃったりとかですね。ありますよね。で、それで困って、その当時、あなたの知らない世界ってあったじゃないですか。あしたねー。あれでコメントしてたニークラヨン先生。先生の事務所に家族で行って、はい、で、そう、今家こんな感じなんですけど、大丈夫ですかねみたいなことを言ったら、あそうですかとか言って、で、私はちょっと霊感もないんですよみたいな話をされたんですけど、はい、はい、そしたら、結構遠目の場所に若い姉ちゃんがいて、はい、みたいな、はい、あ、わかりましたとか言って、わかりましたとは。うん、で、あなたの家 の, ピアノの上に写真がありますよねと、でその写真の一つがよく落ちてきませんか、はい、で親は「はいはい一つ落ちます」って、はい、でその写真のおばさんが、はい、割と最近亡くなってるんですよ、はい、で私も亡くなってることは知ってたんですけど、その時私は知らないんですが、はい、おばは自殺で亡くなってたんですよ。なるほど。で、そうなんですね。で、お祓いをしなきゃっていうことで、じゃあ父親がお祓い師を探しに、はい、会社の重役とかにいっぱい聞いて、はい、すげえな。東京にいい占い師がいない、霊媒師いないからって、はい、そしたら、あ、江原っていうのがいるよって言って、おお。まだ全然テレビ出てないんですよ。すごい。で、はい、江原さんに、はい、にうちの親が電話したら、はい、もう当時、年待ちなんですよ。すげえな。全然知名度がまだ皆さん世に知られてないのに、そう2年待ち。2年待ちだったんで、はい、違うちょっと妙子先生という霊媒師に払いしてもらったら収まりました。結局そのおばの霊がいたずらしてるんじゃなくて、やっぱその自殺っていう悲しい気持ちにまとわりついた悪霊のようなものが。とおばが私のことすごい可愛がってたので、はいはいはい、その執着とか、うん、そういうのが全て複合なるほど相まってね、いろいろな理由が相まって、はい、霊が溜まってしまったんじゃないかっていうふうに。ものすごいお話ですね。これね、何が面白いってね、江原さんが2年待ちっていう。いや、よっぽどニーズがやっぱりある業界なんですよね、きっとそういう意味で言うと。パワーワードですよ。江原が2年待ち。いやいや、だから、まだね。売れてなかった頃の。売れてなくても。すげえな。夢だったな、やっぱりその、細かい経験ってやっぱり、はい。してこられたと思うんですよ。はい。なんかこれは結構その中でも怖かったなって他にあったりします？細かい経験、例えば何かあります？僕は本当に寝てるじゃないですか、はい、寝ててパッて目覚めたら一人部屋だったんですね、一、はい、人寝てたら、はい、なんかね、なんかがこう僕の横をすり抜けていく気がしたんです、はい、で、ね、何やろうなと思って見たら黄色い女なんですよ、はいはい、黄色い女性。でも、塗り絵で言うと、塗り絵ってこう、黒い枠縁がこうあるじゃないですか。はい、その枠縁のところが黄色いんです、はい。全部黄色。黄色い女性がニコニコしながら、僕の足元からこう横をスーッと歩いていくんですよ、はい。で、押し入れの中に入っていく感じ、はい。で、押し入れが隣の部屋と押し入れと繋がってて、はい、そっちに親父とおかんが寝とったんですね。うん、で、その黄色い女がすり抜けてって、戻ってきたんですよ。はい、そしたら、めっちゃ怒ってんすよ。え、うん、うわ、めっちゃ怒ってるやんと思って。はい、で、うわ、怖っと思いながら、もう寝ちゃったんですね。で、次の日、親父に言ったんですよ、うん。黄色い女が最初ニコニコしたのに、はい、急に教えの中入った、怒って出てきたね、つったら、ああ、そりゃそうやろうって言うんですよ。うん、そりゃそうやろうってなんやねん、つったら、うん、親父が、こう、幽霊が出てくるのが、鬱陶しくて、目が覚めたんですって。はい、で、ここ多分霊道やなと思ったらしくて、はい、うん、来んなっつって、その、経文をね、はい、ガンって押し入れに置いて、入ってこれないようにしたからやでって言うんですよ。いや、お前のせいかいって。こういう、頻繁にあります。その、親父とのセットで。へぇー。黄色い人間なんでしょう、人間というか、お化けってことです、まあ、平たく言うと黄色人種ってことだよね。日本人いや、ね、黄色いってやっぱ、ね、まあまあ、まあ、黄色いのは私も見たことある。あら、やっぱり。なんか、ボーボーボーって黄色い感じ、ね。そう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 、はい、ボーボーボーっていう感じですよ。
あ、俺もボーボーボーってしていいよ。厄介払いしないでくれよ。いやいや、俺入れてくれよ。黄色いボーボー。いや、飲み込まないで。なるほど。黄色、どんな感じですか？でもこれ、なんかもう乗っかっちゃってるみたいな。全然全然全然。あの、それこそさっきのその、心霊現象が起きてた時期に、ああ私一回学校の帰り道に、ああその黄色いボワ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 っぽい女性に、ああおいでおいでって言われて。うわ、怖え、超怖え。超怖え。で、全然違うところに連れて行かれちゃって、夜になっても帰らなくて、で、親と、あの、まあ、警察にも届けたし、はい、親と学校中の先生が探してくれたみたいな。はいはいはい。まあ、それもあって一番お祓いしようみたいな。うわ、危ないですね。で、何だったっけ？そうそう、そういうことがあったんですよ。はい、で、だからなんかちょっと学校でも話題になっちゃって、スミがなんか、その、ちょっと、はいはいはい。で、でも、はい、その、だから見えるんでしょ、見えるんでしょ、みたいな話になっちゃって。来た来た来た。そう。で、なんか、あの、小3ぐらい、2とか3なんで、で、見えるとか言って、なんかその見えてないのに、適当なこと言わなきゃいけない時期が来て。あ、なるほど。そうなんですね。いましたね、女子で。いますよね。います。小学校くらいの時に、すごい霊感強いって言っちゃってる女子ね。で、でも私そこまで霊感強いアピールしたいってわけじゃなかったから。はい、周りが通っちゃってるわけですよね。で、見えないっていうのも言ってたんですけど、でも10回に1回ぐらいは、はい、ちょっと見えたとか言って、言わなきゃ、なんか、空気的になんか持たないみたいな。あって、なるほど。本当に適当なことを言ってたんですよ。でも、それで2回ぐらい当たっちゃったぐらい。はいはいはい。で、それはなんか男の子の後ろについてるおばあさんがいて、で、そのおばあさんが、なんか、あの、遺言みたいなことを言っていて、で、家の中の通帳の話をし始めて、後ろのおばあさん。はい。で、あの、まさにそういう話ですよな、大切にそういうのがあるかっていうの。で、その時私見えてたわけじゃなくて、なんとなく言っただけなんですよ。自分でたまたま、そういうドラマとか見て、なるほどね。こういうの言ったら面白がるかなと思って、言ったら当たっちゃったっていうのがあったのと、あとは、なんか、これも、もう完全に自分の中の、あの、作り話だったんですけど、なんか後ろにいる人が、うん、あなたは今後、〇〇さんっていう人に出会って、うん、その人に導かれるって言ってるとか言って、はい、そんなようなことを言ったんですね。はいはいはい、適当にね。適当に。そしたら、あの、何年越しか後に、はい、当たったよって言って。すごいっすね。具現化しちゃったことがあるんだ。まあ、ほとんどが当たってないんですけど。まあまあまあ、まあ、でもやっぱりちょっと気持ち悪いなって思って。そうですね。適当に言ったのに、なんで当たるのかなって。うん、だから、私に言われて、ね、その、巡り合ったっていうのは、たくさんありますよ。なるほど。言われたことによって、うん、意識してみたいな。感じてとかがあるのかなとかも思ったんですけど。だから自分自身が適当だって思ってても、うん、実はそれが、そう。例えばおばあさんが言わしてたっていう可能性もあるし、うん、そうなんですよ。いろいろなパターンがあるんで。ああ、面白いですね。どういうタイプの男性が好きとかってあるんですか？でもそれで、はいはい、ちょっと聞いていただきたいことがありまして、はい、はい、今日、あの、あ、じゃあ、先に、はい、その、折った日なんですけど、私はその足を。骨折した日、はい。これ今ちょっとメモ帳開いてるんですが、はい、あ、これ名前が出ちゃう。1月29日に、占い師さんに取材をしてるんですよ、私。はい、で、この方結構有名な、あの、とある、超某キー局、はいの、はい、あの、有名ディレクターで、はい、で、かつ、その、自分の裏の副業で占いをやってる人なんですけど、そうなんですね。はい。で、あまりにも経歴が面白いので、うん、ちょっとお会いしたいっていうことで、お話聞いてたんですよ、はい。で、それが1月29日なんですね。うん、1月29日にその人にお会いしたと。で、それで、いや、あの、すみさん、あのね、2月4日って立春じゃない？はい、はい、はい。で、立春だから、1年がこう、旧暦だと変わる日になるから、これぐらいの時に、すごいスミさんにも、いろいろなんか変化が起きるよって言われてたんですよ。で、私、その、ね、あの、トカナも編集長退任するって、もう決めてた頃だったんで、はい、その後私どうなりますかねみたいなところもあって、この人に話聞いてて。で、2月4日以降に、世界もすごく変わるけど、あの、スミさんも、ね、そう、ウクライナとかもあって、変わるけど、スミさんもすごい変わるよって言われて、しっかりメモしてたんですよ。へぇ、
折ったの、この日。すごい。立春に折ったんですよ。あ、そうなんすね。はい。春は立てるけど、スミさんが立てなくなったじゃないですか。めちゃくちゃうまかったな、今。はい。珍しく、褒めて使わそう。昨日よく寝たんでね。調子はいいですね。立春に立てなくなった、はい。これはでも不思議な偶然というか。そうなんですよ。ね、本当すごいですね。そう。で、しかも、はいはい、翌週から、有給消化が始まるっていう、はい。だから、会社に行くのが最後の日に、はい、わーっつって飲んで、それで折ってるんですよ。へぇー。これまでも散々飲んできて、一回も折ってないので、これは何なんですかね、うん、そういう偶然の積み重ねというか。これ、休みなよってことなんですかね。ちょっとお休みした方がいいよっていうね。で、そういうメッセージだって、で元々受け取ったんですけど、まあせっかくあのフリーになる準備もあるし、そうですね。で私その仕事あ入院して、で退院するときにあのタクシーで帰ることにしたんですよ。まだ歩くのも慣れてないから。でそしたらそのタクシーが私どこどこに住んでるのでここの道通ってくださいってナビゲーションしたんですけど、反対に行くんですよ。ほいや、そう、うん。いや、あなたここに、この住所指定したけど、ナビがこっち指してるんだから、こっちの道で行くって、普通、乗った人のナビを優先するじゃないですか。当たり前のように。何自分の都合で。なんでちょっとしかも不機嫌そうに言うてくるんですかね、そう、なんか、ひれつくな。すごいな。で、こんなことあるのかなと思って。でも、もう、まあ、当然のごとく遠回りですし、はい、800円ぐらいで帰れるところが、うんなんか1200円ぐらいかかって。おと思いますね、ちょっと遠回りされてる。遠回りされて、はい、でもなんかあんまり喧嘩するのも嫌だし、はい、まあいっかと思って、はい、その場は払ったんですよ。はい、で、今日、奈々ちゃんに出る時も、はい、私ちょっと遅れちゃったじゃないですか。はいはい、まあ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 。そうですね。それが、その時と同じようなタクシーの状況で。おあらで、ここ新橋じゃないですか。はいはい、で、新橋から、まあ、ここまで、住所を言って、はい、お願いしますって言ったんですよ。はい、そしたら、前もここに来たことがあったんで、そうですよね、これなんか道が違うなってなんとなく思ったんですよ。なので、丸々丁目ですよって一回言ってるんですよ、私。はいはいはい、そしたら、あ、間違えましたとか言って、丸々丁目なんですね、つって、あ、ちょっと切り替えますとか言って、で、また全然、どんどん細い道に行って、で、なんで？で、ここですって言われて、あれじゃあ前回撮ったとこと違うんだなとか思って、降りたら、違う場所だったっていう、え、こんなことあるっていう、一回だって確認してるんですよ、私。そうですよね。このやりとりで。そうですよね。やりとり言って、丸帳面なんとかなんとかの、何々ビルですよって言って、でもかからず。で、間違えたっつって、これ入力したのかわかんないですけど、切り替えて、全然違うところに止められて、で、わーっつって歩いてここまで来たんだ。大変でしたね、それもまた。けど、実は私昨日、調布の、角川大英スタジオに、この東大階段を配りに行ったんですよ。著者の豊島圭介さんっていう人が、その角川大英で、妖怪シェアハウスっていうドラマも撮影してる人なので、そのスタッフさんとかに配るために、行ったんですよ。はいはい、で、その時も、そのタクシーが、調布の角川スタジオなんて誰でも知ってるはずじゃないですか。はいはい、そうですよね。で、その辺のタクシーやったらね。タクシーだったら。うんうん、でも、そのタクシー乗るときに、まず最近、ちょっと大きいタクシーが多いから、確かに、なんかそんなイメージありますね。わかりますわ。あるじゃないですか。はいはいはい、大きいのに乗れるとちょっとラッキーだな、みたいなのが少しだけ、はいはいね、あるじゃないですか。楽ですしね。はいはい、そう、楽だし。いしうんはい、でも、その時のタクシーは、普通のタクシーよりも、さらに30センチぐらい低い。はぁ。そんなやつありますよ。え、だから、車高が低いんですか？車高がすごい低いんですよ。なんか天井みたいな、中入った感じも低い感じなんですか？すっごい低くて。で、私、松葉杖だし、そうだもう、入れるの大変で、もうこんな感じで、ね、スチューみたいな感じで。車庫タン？車庫タン仕様？そんなことあるかなと思って、乗ったんですよ。でもなんかすっごい汚くって、タクシーの中もなんか
お子さんがいるタクシーなのか分かんない。そんなタクシーあんのか分かんないですけど、ティッシュとかがすごい散らかってて、あれって思って、でもなんか個人タクシーでもないし、あれだ。で、気持ち悪い。で、角川のスタジオに行ってくださいって言ったら、知らないですって言って。知らないですよね。で、ナビできますかとか言って言われて、でも初めて行くから、ナビできないけど、まあ、じゃあ、角川のそのスタジオの住所を言いますねってお伝えしますって言ったら、わかりました、じゃあナビ入れますとか言って、で、私、豊島さんから、著者の豊島さんから、ワンメーターで行けるって聞いてたんですよ。だからタクシー使えなって言われてたんですけど、なんか1000円取ってもつかないし、あれとか言って、1500円になってもつかないから、あれなんかワンメーターで作って聞いてたんですけど、つって、で、おかしいなって言ったら、あ、そうっすかとか言って、ワンメーターじゃつかないと思いますよ、とか言って、言われて、あれって思い始めて、で、自分でとりあえず、じゃあ、Google で見ようって思って。全然違う場所に行くんですよ、一直線で来れるはずなのに、スタジオ。ぐるって回ってて、うん、え、おいおいおいって思って、いや、ぐるぐる回ってんじゃないですかとか言って、そしたら、あとか言って、わーって止まって、ぐんとか言って止まって、で、キュ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 とか言って、違う。方向を転換して、キュキュキュ。で、スタジオこっちだとか言って、そのスタジオに向かったんですよ。スタジオの裏側に来ちゃって、道路工事やってたんですよ。はいはいはい、で、道路工事やってるから通れないとか言って。なるほど。で、ここでいいっすかとか言って。え、うん、私、松葉杖だから、ね、ダメだよ。タクシー引っかかって言いますよね、入り口までね、ちゃんとしないと。で、裏側について、で、ここでいいっすかって言われて、え、じゃあ、もうしょうがないから、ここで止めていただいて、で、お金をここの分までは、じゃあお支払いするんで、正面までついてってもらえますかとか言ったら、いや、そういうのを自腹になっちゃうんでできないんですよ。なんで？いや、腹立つな。なんでだよ、それ。腹立つな。やれよ。やれよって感じじゃないですか。って。どう考えてもおかしいでしょ。そう。指定した場所違うんだから。違うし、で、おまけに私、帰りは500円で帰れてるんですよ。わわわわ。それが、結果2000円くらいかかってて、え、何やろってなって、で、まあ、そのままだから私歩いて正面まで200メートルぐらい歩いて行ってもバカみたいみたいな。そんなになかなか短期間の間にタクシーのそういう偶然が重なる今までそんなこともなかったわけですね。ないそれ以来ですもんね。一回だけだったらなんかそのタクシー運が悪かったはっはみたいなことで終わるけど、ちょっとそれが3つぐらい重なってますもんね今ね。3つ重なってるんですよ。すごいな。ちょっとありえないんですよね。この確率おかしいですね。おかしい。だから、ちゃんとしたところに一発でたどり着かせないように、何かがしてる可能性があるじゃないですか、今のところって。確かに一発で通り。うん、ね、考察しがいがありますね、これは。だから、例えば変、いろいろ考えるんだったら、普通に言ってると何かがあるから守護霊が助けてくれて、あえて遠回りになってるっていう可能性が、ね、プラスに考えるとね。それか、なんか、ただ、なんか、悪い奴がちょっと意地悪して、まっすぐ通り着かせないようにしてるっていう二つの考え方がまず考えられるかなと思うんですけど。確かに。どっちなんだろう。いや、これなんかのメッセージとか、なんかの現れだっていうのは間違いないじゃないですか。ね、変なタイミングで骨折して、その後、いろんなところにつけないっていう。ね、つけないっていうね。これ、どうなっちゃうんだろう。僕、一個思ったのが、隅ゆき子、魔女仮説を考えてるんですけど、今。うん、男性を惑わすようなフェロモンが出始めてんじゃないですか。タクシーの運転手が、こう、運転してて、こう、隅ゆき子のフェロモンで、ちょっと、はぁーっつって。はい、漫画みたいな、ハートマークが。そうそうそう、そう、ほわーんっていう。そんないらねえってことない。いらねえって。ロープレとかの、その、魅惑みたいな、特技でね、敵の、こっちの男性キャラが、混乱するみたいな、フェロモン出てんじゃないですか。そうなんですかね。でもそれだけいっぱいちょっといろんなことが最近スミさんの中であったってなると、うん、今後もじゃあ例えばタクシー乗った時どうなのかとか、例えば今日だとお借りになる時に乗ったら家にはつけるのかとか、そういうとこもちょっと興味深い感じがしますけどね。そうなんですよね。で、ね、そう、物理的なタクシーっていうもので感じてるだけですけど、その、もしかしたら時代の波に乗れないんじゃないかとか、ちょっと遠回りしてたどり着くんじゃないかっていうか。ね、とか、自分のフリーが、活動が、なんかこう、妨害されてんのかなとか何かに。大きい視点
で見ると確かにそういう可能性もありますよね、今後のこととか、うん、でもなんかちょっと今まで頑張りすぎてるからもうちょっとゆっくり、うん、その自分自身のそのフリーの活動を、やればみたいな暗示の可能性が僕はすごいするんですけど。じゃあ一辺は、はい、あの東大、せっかくなんで東大怪談からご紹介させていただきたいんですが、はい、3月14日に発売される東大怪談の、はい、私編集をしたんですけれども、11人の東大出身者からいろんな怪談を聞いたんですが、はい、まあその中で、まあこれぞちょっと東大怪談かなっていうのがいくつかありまして、はい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 、一つが、東大の理三を卒業されてる方の話なんですけれども、はいはいはい、この人の話がめちゃめちゃ怖いんですね。牛人間に出会った話とかいろいろあるんですけど。牛人間、はい、まあそれがでもちょっとあまりにも面白すぎる話なんで、はいはいはい、面白くてかつ長いから本読んでいただきたいんですけど、なるほど、この人が東大に入ったきっかけがすごい面白いんですよ。何ですか。でこの人ね、あのほとんどの、今回取材した方って、ちっちゃい頃から勉強ができた人ばっかりやったんですよ。神童と言われていたとか、天才児扱いされていたとか。でもこの方はあんまり勉強ができなかったんですよ。で小学生時代、むしろあのクラスでビリから2番目ぐらいだったと。で特に算数が苦手で掛け算の九九が言えなくて、なんか先生にこう指とか刺されて、何かける何は何かける4は何とか、44歳4かける4は何とか16とか言われた時に全く答えられないし、常になんかこう言っててもどっかでつまずいちゃって分かなくなっちゃうみたいな、混乱しちゃうっていう状態だったらしいんですよ。けれどもある日とてもすごい高い熱を出してしまうんですね。49度とか。え？あ、39度。びっくりした。ごめんなさい、ごめんなさい。その、10度の違い、どえらい違いですよ。それはさすがにと俺も言いたくない。そうやろって。ね、ここまで出ましたよね。39度とか熱を出して、うんうんなされたそうなんですよ。で、熱を出してるときに、奇妙な夢を見るんですね。で暗闇に寝巻きのまま、僕が宇宙に放り出されていたそうなんです。宇宙に。で、どこなんだろう、ここはって思ったら、その宇宙の中に、光の点がいくつか見え始めて、あ、これは、宇宙空間で星が見えてるんだってことがよく分かったそうなんです。そしたら、遠くにあった惑星が、次第にどん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 自分に近づいてくるんですって。で、その惑星がどんどん近づいてくるけど、自分は避けきれずに、それがバーンって体に当たってくるんですって、で、惑星が当たってくると、やっぱすごい衝撃で痛くて、ぐしゃってこう、自分が毎回こう、崩壊するような、で、体がバラバラに砕け散るっていうのを何度も何度も繰り返すんですって、砕け散ってはまた戻って、惑星がぶつかってみたいな。無限地獄みたいな、ちょっと辛いですね、これね。あまりの苦痛で僕は大声で叫びながらずっと消滅していた。誰も助けてはくれません。で、その痛みはあまりにもリアルだったそうなんですよ。夢でも痛みを伴う感じの雰囲気なんだ。どうして僕がこんな目にと思っていたら、はっと目を覚ましたの。そうなんですよ。そしたらもう汗びしょびしょでうめいていて、そう。おばあ様が看病していたそうなんです。で、翌朝、熱は嘘のように引いて、僕は普通に登校しましたと、で、苦手な算数があったそうなんですけど、授業で、九九がスラスラ言えるんですって。なんで？突然言えるようになって、で、あれって自分でも、なんで言えるんだろう。急にってなって、ね。急にってなって、で、算数のその教科書を読んだんですって。わかんないとこないんだろみたいな。パラパラパラみたいな。なんで？そっからめちゃくちゃ勉強できるようになっちゃって、でその人は間違いなく、あの熱の体験がなかったら僕は東大入ってません。うわーすごいな、これ。でもたまにあるじゃないですか。なんか交通事故で、はい、急に能力が回復するとか。
田中俊幸さんは逆パターンですよね。はい、え？ああ、そうだか。小さい時に神童と呼ばれてたのに。勉強ができたっていうことですか？そうです。で、車に轢かれて、で、事故ってから、はい、どん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 その学力が低下してしまって言ってたね。それはなんか聞いたことある。逆パターン。今まで分かってた、勉強とかも、なんかフリーズしちゃうんですって。かわいそうだよ。そうね、逆パターンもありますし。田中さんの場合、笑いちゃうから思う。いや、そうなんですよ。なんかありますよね、こういうので、例えば、なんか全然知らない国の言葉を急に話すようになったとかあるじゃないですか。とか、ピアノが弾けるとか。そうですよね。はい、これの場合は、ちょっとその夢の中でそういう体験をしたことによって、うん、これは数学だけに特化したんですか？他の九九じゃなくて、他の教科も頭良くなったって感じなんですかね？算数がきっかけで、はい、やっぱり数学が強化されたようです。でもそれによって多分自信がついて、自信がついて、できるみたいな感じになった、はい。で、覚え方とかね、うん、その解き方が分かったんでしょうね。多分そういうことだと思います。歴史はすごい苦手とかって面白いんですけどね、なんか一つ、全体的、ね。暗記が苦手とかね。ねえ、うんうん、数学なんだ。だから僕一個思ったのが、人間の脳みそって、もう少ないじゃないですか、その、使われてんのが、はい。だからそれが、なんかその、宇宙の、そういうことが、もしかしたら、脳の何かを、覚醒化させる、すごいその、人間がまだ気づいていない何かなのかもしれないですよね。あ、そうだと思う。それを解明していくと、なんかもう、みんな頭良くなりそうな、なんか気しますよね。それでね、はい、ちょっと調べたんですよ、はいはい。結構その事故を起こした人が、やっぱり能力が、はいはいはい、芽生えたりとか、うん、突然ピアノが弾けるとか、はいはいはい、そういう例って多いじゃないですか。ありますね、はい、それって、その、このまぶたのその眼球があるところの眼下っていうところと、あと側頭葉のあたりの刺激によって、で、能力が開花することが多いらしくて。なるほど。で、特に視覚情報を制御する神経回路みたいなところに、なんか影響があると、そういう能力が開花しやすいらしいんですよ。で、その能力の開花にもいろんな種類があって、まあ、こういう学力的なものだったり、芸術的なものだったり、あとは超能力とか、霊感とかも結構芽生える人が多いんですよね。で、そこで気づくのが、やっぱ霊能者って目の悪い人多いじゃないですか。あ、確かにそうですよね。はいはいはい、で、その能力開花するのも、その神、視覚を制御する神経への刺激で、能力が開花するっていう話と、すごいリンクしてるなっていうのと、のがあるんですよね。なるほど。この方、うん、なんていうんですかね。でも、この場合って、なんか、例えば事故にあったって、なんかの衝撃があって、それによって触発されてみたいな。はい、で、脳自体がまだ、解明されてないところっていっぱいあるじゃないですか。そうですね。夢の中で。あ、でもこれ多分、だから熱がポイントなんだと思うんですよ。高熱が。39度の高熱が出て、うん、うなされて、うん、普通に寝てたんですかね。寝ててどっか頭ぶつけたりとかしなかったんですかね。あ、それもわかんないですよね。わかんないんですけど。でも熱で多少何か神経が、そうですよね。脳に何か影響を与えるような何か、うん。ウイルスとかもね、あるし。とか。なんかわからんけどね。でも熱の説、ありますよね、うんうん。熱でこの辺がなんか刺激されてっていう。なんかありそうだな。面白いな、これ、ね。でも実際それで、東大に、通えるようになったとか合格されてってことですよね。でも、それでさらに調べていくと、はい、私もやっぱりその、そんなさ、頭打っただけで、はい、ね、能力開花するなら、まあまあ、ね、行っちゃっか、みたいな。まあまあまあ、ね、スミさんやりかねないですね、本当に。ね、スミさんこうやってね。やりかねない。一日何回とかノルマつけてやりかねない。でも、そしたら、最近だと、はい、電流、微弱な電流を流して、同じ結果が得られたっていう実験はもうね、ある。なるほど。日経サイエンスに書いてあるんで、あるみたいなんですけど、なるほど。だから、まあ、もう外部的、まあ、後天的に電流とか使って天才を作ることもできるんだな。まあでも失敗する可能性っていうのは、なんかちょっと昔のカルト教団とかのなんか雰囲気をちょっと思い出してしまいます ね。電流走らせてね、みたいなのはね。電流流されてね。なるほど。で、もう一個面白いのが、はい、その、頭の障害とかだけじゃなくて、はい、雷に打たれて、はい、やっぱり、能力開花する。すごく多いんですよね、うんうんうん。で、その雷に打たれた人で、やっぱり一番多いのが、はい、骨折とかして、金属物質とか埋め込んでる人が、プレート入れてる人。プレートを入れてると、はい、電流が流れやすくて、うちの母親が、
入れてますわ。ですよね。ここに。左手にプレート入れてるわ。じゃあ今度ね、雷鳴ってる時にここやったらいいな。お母さん。そう、私も入ってるんだ。お前さ、片手で上げるな、うちの母親。せめて右手でやれ。なんで利き手じゃない方が軽いんだよ、お前。やってじゃないよ、それは。なるほど。そう。で、だから私はそう、骨折して。ああ。晴れ てる、そう、ボルトが入ったので、ももさんのお母様と一緒に、雷がある日に、一緒にね、外に出て、我に力をって、やりたい。これは、私、結構、まあ、もともと持ってた階段なんですけど、あんまりリアルにガチで人が死んじゃう話、好きじゃなくて、はいはい、あんまり話したことがなかったんですけど、なんか、知人とかには普通に話したりしたことがあって、はい、で、そしたらなんか、いや、でもこれって、警告とか、いろんな人に対して、はい、まあ、注意勧告になるから、話してもいいんじゃないって言われたから、ちょっと話そうかなと思ってる話なんですけど、これ私が小学校の頃の話で、うん、私当時からも結構オカルトとか好きで、はい、梅津和夫を読んだかとか、いろんな話を友達としてたんで、はい、結構そういう会話をもうその時代からしてたんですよ。なるほど。あらゆるコミュニティで。はい、で、英会話教室に通ってたんですけど、はい、そこの英会話教室でも怪談の話とかしてたんですよ。そうなんですね。はい。そしたらその友人の一人が、祖父のおじいちゃんの、お墓参りに行ったと。はい。で、家族で行ったら、線香を立てたら、煙がおじいちゃんの顔になったんだよね、みたいな話をされて、でも私それ、同級生からもなんか似てるような話聞いたことがあったんで、はい、あ、そういうのよくあるよ、うん、よくあることです、みたいなことを。うん、小学生ですよ。よくあることです。よくあることです。知ってる知ってるって、ね。あれあるよ、つって。話をしてたんですよ。はい、そうなんだ、今度。こういうことってあるんだねみたいなこと言われて、でそしたら、まあ、また次の機会に、はい、それがすごい非常に面白かったから、はい、お兄ちゃんとその、お墓参りを何度か、はい、その後続けてやったんですよ、はい、やったと。で毎回線香をあげて、はい、そのおじいちゃんの顔を拝んでるんだみたいな話して、はい、でまあその時はあすごいな、こう何回もその同じことできるんだみたいな、うんうん、そうですよね。一回だけじゃなくて何回もできたと。そう。だから、まあ、再現性がある話だったみたいな感じだったんですよね。で、ああ、でもそんなに、ご先祖のおじいちゃんが出てくれるんだ。うん。まあ、二人のことを見守ってるんだな、ぐらいに思ってたんですよね。出てくるってことは。そしたら、ある時、またなんか報告が来て、で、おじいちゃんと話せるようになったみたいな。なんか、会話できるようになったんだよね、とか言って言われて。で、あ、そうなんだ、つって。え、どんな会話したのって言ったら、いや、なんか、こっくりさんやれって言われてって言って。うん、で、すみみって言われてて、すみみは、なんか、こっくりさんとかやったことあるって言われて、うん、で、いや、まだあんまうちの学校流行ってないんだよね、つって。でも、なんか、やった方がいいみたいだよ、つって。すごいいいこと、なんか、世間では怖いって言われてるけど、いいことらしいよ、みたいなこと言って。あ、そうなんだ、みたいな。適当にまあ、その時は聞き流してたんですよ。でも、なんとなく、あ、そうなの、コックリさんやった方がいいんだ、とか思って、うん、で、私もその、自分の学校で、ちょっと友人とやったりとかし始めたんですよ。で、そこからまたちょっと時間が経つんですけど、で、また英会話教室に行ったら、行って、で、私も、あ、そういえば、コックリさんとか、学校でちょっとやったら、みんななんかハマっちゃって、うん、なんかすごい、ありがたがられてて、るんだ、みたいなことを言ったら、えとか言って、もう絶対やめてみたいな。あれも嘘だったとか言って、え、何が起きたのって聞いたら、そのお兄ちゃんが、そのコックリさんやれって言われたから、その妹もやってたんですけど、お兄ちゃんも中学校かどっかで、毎日コックリさんやってたらしいんですよ。そしたら、ある日踊り場でコックリさんやってたら、10円玉がめちゃめちゃ早く動いちゃって、もう完全にその霊に乗っ取られたみたいな感じになって、で、うわーってもう、周りのオーディエンスみたいなのいたらしいんですけど、もう学校中が大騒ぎになったらしいんですよ。すごい霊がいるみたいな感じで。で、その翌日にその踊り場で一緒にやってたメンバーの一人が、なんか発狂して、階段から転げ落ちて死んじゃったらしいんですよ。で、亡くなったみたいになって、で、その兄弟は、
そのお墓参りに行って、はいはい、もう一回おじいちゃんを呼んで、はい、いやなんか、え、こっくりさんやったら友達が死んじゃったみたいなこと言ったら、はい、その脳に響いたって言ってたのかな、わかんないですけど、はいはいはい、もっと広めないからだよって、え言われたっていう。何それ怖っ。だからこっくりさんを広めようとする例だった。何それ。だからおじいちゃんじゃなかった、おじいちゃんじゃないんですよ。こうして広めようとしてた例だった。おじいちゃんのふりをして、多分こう、うん、めちゃくちゃ悪いっすねそいつ。うん、わ怖いですよね。怖い。でそれで私も学校でも。みんなやめようっつって、はいはいはい、なんか死んじゃったらしいよみたいな、うんうん、で言ったんですけど、なんかこっくりさんってやっぱ本当怖いなと思って。なるほど。でこんだけ時代を経てもずっと続いてるのは、うん、なんかそれを広めようとしてる霊が各所にいるのかなって、いるんじゃないかなって思ったんですよね。